こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は今なら間に合うパタリロ、第2弾は登場人物紹介です。このコミックの表紙だけだと、どれがパタリロなのか知らないだろうな。まずは主人公、パタリロ・ド・マリネール8世、マリネラ王国の国王で、年齢は10歳、わずか9歳でマリネラ大学を卒業し、科学者、発明家として、天性の頭脳を持っているが、人をおちょくることと揚げ足を取るのが大好き。確かに憎たらしい。お次は準主人公のジャック・バンコラン少佐、殺人許可証を持つ、MI6 英国情報部第6課、スゴーデエージェント、美少年キラーの異名を持つプレイボーイで、数多くの美少年と性的関係を結んでは、愛人のマライヒからのお仕置きを受けてしまうのがお約束。マライヒもたまったものじゃないな。続いてはバンコランの公使にわたってのパートナー、マライヒ、元国際ダイヤモンド輸出機構の殺し屋としてパタリロやバンコランの命を狙ったが、バンコランに二度も返り討ちに遭い、なおかつ手込めにされたことで、組織から足を洗い、バンコランと同棲を始める、任務の補佐から身の回りの世話までこなし、頭が切れて、人当たりがいいが、嫉妬深いのが玉に傷、女かと思ったら、男だったのか。続いては玉ねぎ部隊、随分変なキャラ。表向きはパタリロの身辺警護かつ世話係、その実態はマリネラ国家を陰で支える精鋭部隊、普段はメイクで同じ顔をしているが、素顔はイケメン揃い、軍を中心に、美形かつ有能な人材が集められ、その数はおよそ400人、目の保養になりそう。お次はパタリロが作った超高性能ロボット、プラズマ X。どこが超高性能ロボットなんだ？本来は、月に存在するダイヤモンドを採掘するために作られたロボットで、30万馬力のパワーを誇り、飛行能力やビームを持つ、等身大ながら数十メートル級のロボットに匹敵する性能を秘めている。見かけによらないな。そして、パタリロの母親でマリネラ皇太后のエトランジュ王妃。美人の母親だな。北欧小国の貴族の出身で、18歳の時にパリで留学中に、たまたまパリに遊びに来ていた、マリネラ前国王のヒギンズ3世に見初められて結婚。生まれつき体が弱くて、夫の死後はスイスのサナトリウムで療養生活を送っている。ボディーガードとしてパタリロと同伴したバンコランに恋心を抱く、パタリロの暴走を唯一止められる存在で、パタリロも母親の前では頭が上がらない。ここではパタリロも子供だな。ここから個性的なサブレギュラーキャラを紹介します。まずは警察長官。どこにでもいるおじさんだな。日本で言えば、警視総監に相当するマリネラ警察のトップだが、玉ねぎたちと共に数々の行事に参加するパタリロのおちょくり相手、途中で牢に入れられ、強制労働を受ける。それはかわいそう。奥さんには玉ねぎが大金を握らせているため、何も言ってこない。これはひどい。死亡通知を送られるエピソードもあるが、それは表向き。どういうこと？マリネラの極秘防護機関、文化広報局のチーフ兼ダンディな情報員。見た目によらないな。続いてはバンコランの上司で、MI6 の部長のイオマンテ・サンダース。第一線では稲妻のイオマンテと呼ばれるほどの抜き打ちの名人で、抜き打ちの速度は、バンコランに忍ぶが、打ち方がめちゃくちゃなので、うまくいった試しなし。ダメじゃん。お次はバンコランの数少ない友人で、CIA エージェントのアーサー・ヒューエット。登場当初はインターポール、国際刑事警察機構の特別捜査官だったが、CIA エージェントの設定は後付け、バンコランに匹敵するほどの腕利きだが、気弱で純情なお人よし。また、病的なほどのロリコンで、それが原因で一時は左遷されたことも、作中世界では犯罪者扱いだよな。バンコランとマライヒとの間に生まれた奇跡の子供、フィガロ、男は妊娠なんかしないんだ。それをやってのけるのがパタリロの良さ。その正体は思考界を統治している天帝直下の未大天使の一人にして、天使長ミカエル。人間界でのとある実験のために人間の赤ん坊の姿で降臨している。体格は1歳児で知能は6歳並み。趣味はテレビゲーム。正体を知っているのはパタリロのみで、パタリロがフィガロをいじめるとバンコランから怒られるのがお約束。何でもありだな。思考界に対して魔界からは、四大実力者の一人にして大公爵のアスタロと、パタリロでの初登場は単行本第22巻の目いっぱい。パタリロの先祖の六星が魂を売ったことで従者になった。六星がうっかりして免罪符に触れたことで昇天してしまい、代わりにパタリロが従者にされた。先祖の尻拭いをしている気がする。アスタロトと同じく魔界四大実力者の一人のベールベブブ。アスタロトとは犬猿の中で、アスタロトからは成り上がりの下道と呼んでいる。なんと、それに対してベールベブブはアスタロトのことを脳なしの二代目と呼んでいる。その争いにパタリロが巻き込まれたりして、そういうことになるね。動物のモブキャラとして、まず挙げられるのはスーパーキャット。アニメではつなぎのシーンでしか出ないけど、実は遥か彼方の惑星から遊星に乗って地球に落ちてきた宇宙猫で、強靭な体と機関車並みの怪力を秘めているが、育ての親猫にとある石を飲まされたことで力を封印され、ある事件で石を吐き出したことで力が解放される。後にアメリカ大統領からどんな国でも自由に出入りができ、どんな組織の応援も強制的に要請できる 3A の身分証明書を授与される。どこかで見たような設定だな。一時はスーパーキャットの兄と紹介された患者猫。そんなのありか？
情報網に関しては MI6 や CIA を出し抜くほどで、様々な事件で何かとパタリロたちを助ける。仕事の報酬は主に鰹節が支払われている。猫だからな。マリネラ唯一の納税者で、漫画家のみーちゃん。他の国民は税金を支払わないのか？基本的に税金はなし。羨ましい。マヤ先生のアバターキャラで、他の作品でも登場している。キャッチフレーズは、花のみーちゃん28歳独身。他にも個性的なキャラが登場しますが、詳しい説明は後日ご紹介します。それは楽しみだ。高評価ボタン、コメント、チャンネル登録をしてくれたらうプ主のモチベーションが上がるので、よろしくお願いいたします。